から受け継がれてきたさんさ踊り。その昔、悪さをして暴れる羅刹という鬼に困りさせた人々たちが、三つ一の神様に鬼退治を祈願したことが発祥と言われております。願いを聞き入れた神様が鬼を捕らえ、二度と悪さをしないよう光の証として境内の大きな三つ石に鬼の手形を置かせました。そして鬼の退散を喜んだ人たちが三つ石の周りを三者三者と踊ったのが三者踊りの始まりと言われております。盛岡さんさ踊り、8月1日から4日までの4日間、岩手県盛岡市にて行われます。さっきから教員はやって、どうぞこの掛け声で、さっきからは幸せを呼んでくる、そんな意味があります。皆さんも一緒に大きな幸せを呼び込んでください。